玉取姫の物語、一木島姫のと、お市。嵐が起こり、面交伏せの玉が、竜神に奪われる。藤原の比とは、漁師の娘であった、天と恋に落ち。甘は死を覚悟で、竜神のいる竜宮へ、潜っていった。会場で待っていた、不比等は、天の合図で、命綱をたぐる。 目の前に現れたのは今にも事切れそうな天の姿。玉は天の命に変えて取り返すことができたのです。この玉が市木島姫のを祀る筑部島にあるという。引き上げられたアが自分のチブサを切って竜から玉を隠していたという話もある。 里見発見殿、伏姫は受水を図ったが、父と夫の前で滑腹し、体内に犬の子がないことを明かした。姫の珠は八つの玉となって飛散する。石くくる湖の伝説と、一木島姫の、都市を湖に沈めてしまった二人の男女、一人は不予報症。 藤原鎌足であり、古事記では雨の日ぼこ。女性の方は湧き続ける、井戸の水に鍵をかける、脳を忘れ、男を助けて亡くなった。古事記では櫛になった、櫛た姫、櫛だけが流れ着いた、音立花姫。そして豊玉姫、浦島太郎では音姫、すべて八肘弁財天皇。 八つのうちの一匹、つまり、一木島姫の。彼女らは空海が胸土、石くくる湖から、誕生した、禅の竜王でもある。浅いカに嫁いだ推しと、娘のチャチャ、推しの娘であるチャチャ、こう、さらにその娘たちは、豊臣か、徳川家、天皇家にそれぞれ嫁ぐ。 浅井長政の母、オ野殿は、井口慶元の娘であり、井口殿と呼ばれる。井口氏は、養水を管理していた、板寄りでもあった。浅井長政の父と、井口殿の結婚は、左岩を代表する浅井氏と、右岸の代表者、井口氏の、融和を目的とした婚姻でもある。 ネネとチャチャ、筑布島を信仰し、守ったのがネネ。それとチャチャや初、河野、浅い三姉妹、彼女らとその子孫たちが、石くくる湖の女性の魂や、市木島姫野の魂を、色濃く受け継いで、天皇家や徳川家にまで、入っていったのだ、と思われます。 本物の面交伏せの玉とは、ヤピスラズリでできた、まが玉。キルギスから藤原釜足が持ってきたもの、二つのうちの一つ。玉取姫の物語自体は、古事記を編纂した、712年頃にはできただろう。編纂に関与したのも、おそらく藤原の不日と、玉取姫が自分の、 乳房を切る云々は、後世に里見発見伝の話を足したと思われる。